こんにちは。埼玉県東松山市の証書柴崎です。今日は全財産を妻に相続させる遺言書の書き方というテーマでお話をします。で、想定する事例としてですね、本人孝太郎さんって方がいて、妻の松子さん、そして子供が二人、一郎さんとケ子さん、子供が二人いるという、こういう状況でお話ししたいと思います。で、この長男の一郎さんがですね、長年にわたり音信不通であると、で、そのためですね、孝太郎さんが亡くなった時に困らないよう、 にに取りり急ぎででですすすねね全財産を妻に承継させる内容の遺言書をです、ね、作たたいいいいととこういう事例で解説したいと思いますちなみにこのチャンネルでは相続とか遺言の手続きについて情報発信をしております。で、相続が始まってですね、不動産とか預金の相続手続きにですね、どういった書類が必要になるかなんですけども、遺言書がない場合ですね、まず相続関係を証明する戸籍類一式を集めます。そして遺産の分け 方をですね相続人全員で話し合ってその内容を遺産分割協議書にするとそして相続人全員の実印をそこに押しますそして相続人全員の印鑑証明書を添付してでこれで不動産とか預金の相続手続きをするという話になりますなのでこの遺産分割の話し合いがですねまとまらなかったりまあ音信不通でできなかったりすると相続手続きもできないと預金とか不動産の相続手続きはできないという話になりますで 続人同士のですね、話し合いがまとまらない場合はですね、遺産分割調停というですね、裁判所を使った手続きにしないと話が進まないし調停ってのもまとまらなければですね、裁判官の方がですね、最終的に遺産の分け方を決める審判というのに移行します。で、また、ですね、イチローさんが行方不明だとするとでイチローさんに不在者財産管理人ってのをです、ね、家庭裁判所でつけてでで、すねで、その不在者財産管理人と遺産い 遺産分割協議をすするこ、まあ、こういいっった話になってしまいますでこの遺産分割がまとまらなかったりできなかったりするのをですね回避する対策として遺言書を生前に幸太郎さんが作っておくということが考えられますで遺言書ですね手書きの遺言書のですね書き方を説明していくんですけども手書きの遺言実質証書遺言と言いますけども民法968条1項に条文があります実質証書によって 遺言をするには遺言者がその全文日付及び氏名を辞書しこれに印を押さなければならないこのように定められていますで過剰書きにするとですねそのルールとしてはまず全文を辞書手書きすることが条件ですとでただしですね財産目録についてはですね手書きじゃなくてワープロとかパソコンで作っても差し支えありませんただしですねその目録には全ページに遺言者の署名押印が必要となりますまず財産目録 以外はこう全部ですね。手書きすることがまず、第一のルールです。そして、日付を辞書すること。 遺言書を作った年月日をですね、正確に記載してください。西暦で書くんだったら2024年、まあ1月何日とかですね。和暦で書くんだったら元号もつけて、令和何年、何月何日。このように正確に書いてください。そして、氏名を辞書すること。まあつまり署名することですね。これも戸籍の通り正確に記載した方がよろしいでしょう。戸籍の通りに書くと。そして、応印すること。 判告をするんですね。法律上は認め印でも構いませんけども、本人が作成したというですね、証拠能力が高まるように、実印を押しといた方がなお良いと思われます。 で、遺言書の文例なんですけども、全財産を妻に相続させる文例としてはですね、まず紙を用意すると、紙はですね、まあ、コピー用紙とか使ってですね、まあ縦、縦でも横置きでもいいんですけども、まずまあ遺言書のタイトルをつく付けといた方がですね、まあ、遺言書であることがまあ明確になると。そして例えば、 全財産を妻に相続させるんだったら遺言者は遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻川越松子何年何月何日生まれに相続させる、まあ、このように書きますこれは手書きですねそして相続人妻ですから、まあ、推定相続人なんですけども相続人については続き柄、まあ、妻とか長男とか長女とか続き柄そして氏名 そして生年月日で特定しましょう。相続人以外の場合はですね、氏名、生年月日、住所などで特定します。そして相続人に対しては、基本的に相続させるという文言を使います。相続人以外に 対ししては依存するといいうう文言を使いましょうそして日付を手書きして署名して「判子を押すんですけどもこの氏名だけだとですね特定性に欠ける可能性がありますので遺言者のですね住民表情の住所も書いておいた方が望ましいかと思われます。で「はんは認め印でも実印でも構いませんということですね。で実際相続が始まった時に この遺言書でですね相続手続き、不動産とか預金の相続手続きができるのかどうかということを考えておくんですけども、まず不動産については、ですね特にですねこの内容で手続きができるということになります。不動産を相続人に相続させる旨の遺言書なら、その受益相続人、まあ、今回でいうとその妻・マツコさんですね、その財産を受け取る相続人がですね単独で相続登記の申請ができます。ででこれですね 遺贈の場合は、ですねのの場合はそのもらう人、1医者と、あと遺言者の相続人全員が共同して登記手続きするんですけども、相続させる、相続人に相続させる場合は、その相続人が単独で登記ができるということになります。なお、ですね遺贈の場合でも相続人に対してですね、遺贈するのであればですね、遺贈を受ける人が単独で申請できるようになりました。 ただし、相続人以外に依存する場合は、 その獣医者と遺言者の相続人全員の共同申請ということになります。で、預貯金なんですけども、法律的にはですね、預金を相続人に相続させる内容の遺言書であればですね、相続したその受益相続人、財産を受け取った人がですね、手続きすれば預金の払い戻しがまあできるはずなんですけども、ただし金融機関によってはですね、遺言執行者がいない場合は、相続人全員の実印の応印を要求するところもありますので、 注意してください本来預金を相続させるとされたですね 相続人が単独で手続きできるんですけども、金融機関の,です、ね、その独自ルールによって、遺言執行者がいない場合、相続人全員の実印をというところもありますので、注意するということですね。で、この場合ですね、遺言執行者がいれば、ですね遺言執行者の判子で手続きできる金融機関もありますので、遺言書でですね遺言執行者を指定しといた方うが、まあ、この預金の点からすると安全ということになります。 で遺言書で遺言執行者がですね指定されていなければ、ですね相続開始後、ですね相続人等は家庭裁判所に遺言執行者の選任申し立てもできますので、どうしてもですね金融機関が遺言執行者がいないとダメだといった場合は、ですね相続開始後、家庭裁判所に選任申し立てすることもできます。 では遺言執行者を遺言書で指定する文例について解説するんですけども、まあ、1番はさっきと同じですね、妻に全財産を相続させるという内容で、で2番でですね遺言執行者を指定する文例です。遺言者は本遺言の遺言執行者として、前期川越松子を指定するという、こういうふうな書き方になります。 で、遺言執行者っていうのはですね、その家族とかでも構いません。私業とか信託銀行にですね、遺言執行者頼まなくても、家族とかを遺言執行者に指定することもできます。で、遺言執行者を指定するときの注意点なんですけども、遺言執行者っていうのはですね、相続開始後やらなきゃいけないことがあります。例えば遺言書の内容を相続人全員に通知したりですね、財産目録を作って相続人全員に交付したりなどですね、 ことがありますでこの辺をですねしっかりやらないと相続人同士で争いがある場合は、ですねこの辺やらないと損害賠償請求される可能性もありますので、注意してください。あと、ですねその全財産を妻に相続させるという遺言書を書いたんですけども。 妻の方がですね、遺言者より先に亡くなってた場合ですね、どうなるかを説明したいと思います。遺言でですね、財産を相続させるとした相続人がですね、遺言者の死亡以前に死亡した場合、原則としてですね、その部分の遺言は効力を生じません。全財産を妻に相続させると遺言書をですね、書いておいたけども、妻の方が遺言者よりですね、まあ、遺言者の死亡以前に亡くなってた場合は、全財産を妻に相続させるという遺言がその部分効力を生じません。 生じないといとうことになりますでこの場合ですね別の人に相続させたい場合ですね例えば妻が亡くなってたらこの長女に相続させたいこういう場合はですね遺言書にですね予備的遺言ってのを記載しておきます。 妻が死亡してた場合、長女に相続させるという予備的遺言の分類なんですけども、1番はですね、まず1歳の財産を妻に相続させるという内容で、そして2番でですね、妻が死亡してた場合のことを書いてます。遺言者の死亡以前に前期川越松子が死亡した場合は、 遺言者の有する一切の財産を遺言者の長女、坂戸武子、何年何月生まれに相続させるということで、妻が死亡してた場合は、長女に相続させますよということを書いてあります。 ま、そしてですね、遺言執行者もですね、妻が死亡としてた場合はですね、この長女を遺言執行者にするという文例が3番に書いてあります。遺言者は本遺言の遺言執行者として前期川越松子を指定する。ただし、前期川越松子が死亡した場合、または前期川越松子が遺言執行者に就職しなかった場合は、遺言者は本遺言の遺言執行者として前期坂戸竹子を指定するということで、ま、このように書きます。 で、実質書々用の保管方法なんですけども、必ずしもですね、封筒に入れて封印をしなくても構いません。封印ってのはですね、こう封筒に入れて封をしてそこの 閉じ目にですね、ハンコを押すことなんですけども、それは法律上する必要はありません。で、封印すると相続開始後ですね、勝手に開封してはいけなくて、家庭裁判所でですね、兼任するときに開封することになりますので、注意しましょう封を。封印するとですね、兼任の場で開封するということになります。で、作った遺言書なんですけども、財産を承継させる人にですね、遺言書を預けておくか、 もしくは保管してある場所を知らせておく、まあ、あとは亡くなった後とその人が気づく場所に置いておく、こういうことが考えられると、そして遺言書なんですけど、金庫に貸金庫に入れてしまうと、ですね相続家事後、相続人全員の協力がないとですね貸金庫を開けられない可能性がありますので、遺言書を貸金庫、銀行とかの貸金庫にしまうのはやめましょう、またですね法務局に事実証書遺言を預ける制度というのもあります。これはでですね別の動画で 解説しております検認の説明をちょっとするんですけども、実質証書遺言というのは相続開始後、家庭裁判所の検認が必要になります。まあ、遺言書を保管している人は、ですね遺言者が亡くなったことを知ったら、家庭裁判所に検認を請求しなければならないと。 でまたですね、遺言書を発見した相続人も同様に兼任を請求するということになります。で、公正証書遺言、公証役場で作った公正証書遺言は、あの相続開始後、兼任をする必要はありません。またですね、実質証書遺言でも法務局に保管してある場合はですね、この兼任、家庭裁判所の兼任は不要です。ただ、普通の実質証書遺言は兼任する必要があるということですね。 で、兼任ってのはですね、遺言書の偽造改ざんを防ぐためにですね、遺言書の形とか日付、署名など、兼任の日における遺言書の内容を調べて記録する手続きです。遺言書の有効無効を判断する手続きではありませんので、兼任したからといって必ずしも不動産とか預金の相続手続きに使える遺言書だというわけではありません。内容が不明瞭とか要件満たさずに使えないという可能性もあるということですね。 でただですね、兼認手続きをしないとですね不動産とか預貯金の相続手続きができないということになります。兼認を家庭裁判所に申し立てるとですね、家庭裁判所は兼認日を決めてですね、申し立て人と相続人にこの兼認日を通知しますで。申し立て人以外の相続人が兼認日に出席するかは自由です。まあ、来なくても構わないと。兼認日にはですね、 申し立て人がですね、遺言書を裁判所に持参してですね、そこで兼任をすると。で、封印のある遺言書については、その家庭裁判所で開封するということになります。 そして、兼認後はですね、兼認済証明書っていうのをですね、遺言書につけてもらって、兼認済証明書がくっつくと、それを使って、不動産の相続登記とか、預金の相続手続きができるということになります。あとはですね、実証書遺言書いてて間違った場合なんですけども、この訂正方法にはですね、決まりがありますので、まあ、間違えたらですね、書き直した、初めから書き直した方が確実です。 で訂正方法、一応、民法の968条3項に定められてまして、実質証書中、箇じその他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないとですね、まあ、訂正方法の決まりが書いてあります、でちょっとややこしいので、間違えたらですね、初めから書き直した方が無難であるということです。 あと、ですね全財産を例えば妻に相続させるという遺言の内容でも、ですねその遺留分の問題っていうのは残ります。 この例で言うとですね、この長男の遺留分というのは8分の1です。この場合ですね、まあ、その長男の法定相続分に1 2分の1をかけたその割合がですね、長男の遺留分の割合なので、法定相続版このケースだと4分の1で、2分の1かけてやると8分の1ですと。なので、遺言書でですね、長男が全く財産をもらえなくても、この長男としてはその8分の1相当額のお金をですね、えー、要求することができるという話になります。で お母さん、この松子さんがですね、孝太郎さんより先に亡くなってた場合はですね、孝太郎さんの相続には一郎と竹子の二人ですので、そうするとこの場合の遺留分はですね、一郎の法廷相続分が二分の一で、遺留分割合二分の一をかけてやると、妻が先に死亡してた場合の遺留分はですね、一郎は 4分の1という計算になりますで遺言書の注意点なんですけど実質証書遺言っていうのはですね書き方を間違えて無効になるケースが散見されますまあ日付を書かなかったり判子を押さなかったりですねそういうケースが、まあ、まあまあ見受けられるとで実質証書遺言またですね内容が不明瞭で相続手続きに支障が出るケースも散見されますその相続人の特定が不十分であったりですねあとは 相続させるという文言を使わないでですね、ま、任せるとかそういう文言を使ってしまって意味があの不明確だと。で、そうすると不動産とか預金の手続き、相続手続きに使えない可能性があるという話になります。で、あとはですね、金融機関の預金払い戻しの時実証書有権だと相続人全員の実印を要求する、こういう金融機関も中にはあるという話を聞きます。 でまた、ですね実質証書遺言というのは自分で書いた1通しかないので紛失する可能性もあります。で相続手続き中、ですね不動産の登記とかですね預金の払い戻しであの郵送で遺言書を送ったり戻してもらったりすることもあるんですけども、その時郵便事故でなくなる可能性も考えなければなりません。でこれらのですねデメリットを考えると できればですね、交渉役場で作る公正証書遺言の方がおすすめということになります。で、公正証書遺言のメリットなんですけど、交渉人が関与して作るから、形式を間違えて無効になることはまず考えられないと。で、交渉人のアドバイスがありますから、内容が不明瞭で相続手続きに使えないリスクっていうのを軽減できます。で、公正証書遺言ですね、交渉人が原稿を作りますので手書きしなくて済みます。 公証人が作った原稿に署名するということですね。署名して応印するという作業があります。で署名できない人の場合も代替手段があるので、まあ、字が書けなくても公正証書遺言は作ることができます。で公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますから、紛失や 改ざんの心配がありません。手元のですね、複製、製本と当本という複製渡されるんですけど、それがなくなったとしてもですね、相続人はですね、あの、公正証書遺言の当本っていうのを再交付してもらうこともできます。で、公正証書遺言はですね、家庭裁判所の兼任が不要です。相続開始後、兼任が不要なので、その分早くですね、不動産とか預金の相続手続きができるということになります。また、相続開始後、相続人はですね、 全国どの交渉役場でもですねあの公正証書遺言があるかどうか検索をかけることができます。まあ、こういったですねメリットが公正,公正証書遺言にはあるということになります。で最後にですね今度出版する本の告知なんですけども家族が困らない遺言書の書き方という本をですね夏目社から出版します2024年2月19日発売予定です。 1>, で1章と2章ではですね、相続とか遺言の知識を分かりやすく解説しております。で3章、4章でですね、実際の遺言書の作り方をですね、まあ、豊富な文例とともに解説しております。で、第5章ではですね、 相続人の負担を減らすためにですね、まあ、遺言書以外に準備できることを解説しております。またですね、特典ダウンロードファイルとしてですね、遺言書設計シートっていうですね、まあ、遺言書、どういう遺言書を作るかというですね、あの、内容を整理するのに使えるシートとかですね、あと財産目録とか、そして全文例のあの、ワードファイルデータを、これらをダウンロードしてですね、ご活用いただくこともできます。 司法書柴崎事務所では不動産の相続登記、預金の相続手続き、遺言書作成支援等に関するご依頼を受けたまっております。ご依頼をご検討の方を対象に初回面談相談を無料で受けたまっております。面談相談をご希望の場合はお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクは概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。